全国1000万人の、飛行創世記モスピーダファンの皆さん、こんにちは。キャラクターデザイン、天野義隆。音楽、久石譲。主題歌作曲、竹川幸秀。オープニングアニメ、金田義則。男は誰も、ロンリーソルジャーボーイということで。そうそうたるメンバーによって制作されたこのアニメを、ああでもないこうでもないと十字架を背負って語っていきたいと思います。聞いたんだろう。というわけで、今回は前回の続き、アダム、と、アダムス、についてです。前回、光の巨人という設定になっているとご紹介しました、アダムス。脚本での、セカンドインパクト、は少し表現が違います。はじめからアダムスは設定上4体いることになっています。アダムスとは別に、天を覆う巨大な顔、と書かれています。天を覆う巨大な顔とは、急激のサードインパクトのようなイメージでしょうか。は、の本編では、火事のセカンドインパクトについてのセリフはありませんが、脚本には書かれています。15年前に行われた、南極で発見された、アダム、と呼ばれる物体の調査。アダムス、という言葉は出てこないものの、アダム、という物体が南極にはあった、となっています。そして、4体の光の巨人とは別に、天を覆う巨大な顔、があった、となっています。この巨大な顔が、アダム、であったとするならば、4体の巨人、アダムス、とは別に、アダム、という物体が存在していたことになります。急激と同様に、渚カオルが、アダム、の魂が入った存在であるとするならば、9、でカオルは、第一使徒であると言っているので、その対象は一体でなくては不自然です。また仮に第一使徒がアダムやアダムスと関係なかったとしても、リリス、は、第五の使徒ではなく、第二の使徒と言われているので、リリス、の前には、使徒は一体だけと考えるのが自然です。アダムス、とは別に、アダム、が存在した?アダムス、を第一使徒、渚カオル、と同列に考えるのは、数の上から難しい。ここで、アダムス、という言葉が出てくる、ジュ、の予告を振り返ってみましょう。ジュ、の最後に出てくる、ハ、の予告は、テロップと映像が交互に出てきます。テロップの順番は上記の通りです。テロップの後に対応した映像が挿入されているので、アダムスは、あの巨人のことを指すと考えられます。リリンプラスハテナ、の最後が、レイ、シンジ、カオル、マリとなっているのも気になるところですが、今回は関係ないので置いておきます。何度かご紹介していますが、リリン、という言葉は、本来、リリス、の複数形で、伝説では、リリスから生まれた悪魔たちのことを表す言葉です。と考えると、リリンの前に書かれたアダムスという言葉が、アダムの複数形を表している言葉と考えられます。とすると、アダムス、は、アダム、から生まれたもの、リリンと対になるもの、と考えることができます。ちょっと待って、それはおかしいじゃないか。アダム、から生まれたものは、人、ではないのか、と疑問が出てきます。しかし、アダムスは、人、ではなく、光の巨人、です。光の巨人は律子によって、この世界の断りを超えた生命体、と言われています。は、の最後に現れる、光の巨人、は、神事、霊、使徒、エヴァの融合で誕生しています。急激の設定では、セカンドインパクトはカツラギ調査隊が、アダム、え人間の遺伝子をダイブさせたものでした。アダムスは、アダムとリリンの融合によって生まれた、世界の断りを超えた新たな生命体。アダムスは、アダムそのものではなく、アダムから生まれたもの。アダムスは、アダムとリリンの融合で生まれた光の巨人。ジュ、の最後で意味深に、月の棺のようなものから目覚める、渚カオル。左側にすでに開いた4つの棺があり、アダムスの数と一致しています。これはアダムスの数を表しているのでしょうか。
このシーンは台本には上記のように書かれています。脚本には、周りには同じ薫の棺だらけと書かれています。特に数の指定はありません。絵コンテには上記のように書かれています。こちらも数の指定はなく、クレーター内にびっしりと棺があると書かれています。ジョの最後のカットである1680には、絵コンテでは違っていて、上記のような絵が描かれていて、棺の数は10個、空いている棺は、薫を含めて3個です。先ほどの、クレーター内いっぱいにびっしりと、という言葉と合わせると、棺の数は10以上ある設定だと言えます。また設定資料集に書かれている1677のレイアウトには、棺は7つしかなく、空いているのは、薫を含めて4つです。これらのことを踏まえると、薫の棺の数や、空いている棺の数自体に特別な意味はなさそうです。では、棺や既に空いているものには何の意味があるのでしょうか。棺の数や、空いている数は何度も変化していて、数自体に特別な意味はなさそう。ウィキペディアの渚薫のページには、声を担当している石田明さんのインタビューが書かれています。前のサイクルとは違うはずなのに、何度やってもやはり同じ鉄を踏んでしまう。それでも線路のポイントを違うところに切り替えてみたい。何回も同じことを繰り返していて、それを変えたい、というようなことが語られています。9、では、フォースインパクト時に薫は、神事に上記のように言っています。これは君の望む幸せではなかった、と言っています。これだけでは、意味がいまいちわかりませんが、このシーンにはボツセリフとボツカットがあります。もともと、書いてあったセリフは線で消されています。これに続く1425はカット自体が欠番にされています。仕組まれた僕らの運命が、すでに変わっている。同じことを繰り返していたものに変化があった？誰もそばに来てくれない。だから君の望む幸せではなかった、と繋がります。これらのことから言えることは、薫の数多くある棺とすでに空いている棺は、過去に何度も同じことを薫が繰り返しているということを表していると言えます。そして、9、では、それに変化があった。この薫の棺の上からかかっている血のりは、は、の絵コンテに記載されていて、セカンドインパクトの回想シーンで没になったカットに、セカンドインパクト時についたものと書かれています。棺、空いた棺が数多くあるのは、何度も仕組まれた運命を経験していることを表している。神事と薫はどのような関係なのでしょうか。序の最後では、薫は神事をあちらの少年と呼んでいます。このシーンは脚本では上記のように書かれています。神事は、司会文書に書かれた特別な存在であることがわかります。薫が目覚めるシーンでは、逆さに描かれています。絵コンテでは上記のように書かれています。神事と対のレイアウトと書かれています。ゼーレ側の少年薫と、対になる存在として神事が描かれているわけですね。ゆいの回想シーンで天使の輪や翼が描かれているのは、ただのデザインではないかもしれません。神事が初号機を覚醒させることは決まっていた。神事は、ゼーレの少年である薫と対をなす存在である。セカンドインパクトは、生命の木を誕生させた。生命の木は十字状の形をしている。アダムスとは別にアダムが存在した。第一子とはアダムスではなく、アダム。セカンドインパクトの原因は、アダムとリリンの融合で誕生したのがアダムス。アダムスの誕生によって開いた、ガフの扉、の奥に生命の木は消えた。てな感じで。さていかがでしたでしょうか。設定資料や、絵コンテを見ていると内容が2点3点しているのがわかります。ニアサードとフォースインパクトを見るだけでも、その条件は同じとは言えないので気になりますが、神では、
セカンドインパクトの真相は語られるのでしょうか。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。